今日もレッズサポーターで真っ赤に染まった埼玉スタジアム。好調レッズの今日の相手はまだ勝ち星のないセレッソ大阪です。14年目の J リーグは開幕から4試合目第4節に入りました。埼玉スタジアムのゲーム、浦和レッズ対セレッソ大阪の対戦です。昨日まで強い風が吹いた埼玉県地方、今日はそれほど風は感じません。今選手が入場してきました。今日のさいたま市のさいたまスタジアムの2時半現在の気温17度1分、湿度 24% です。この試合解説は元日本代表キャプテンを務められました井原正巳さん、実況吉松、両チームのリポート、インタビューは鳥海アナウンサーでお伝えします。では3試合を終えてのここまでの J1 の順位です。ここまで横浜、清水、浦和の3チームが負けはありません。このうち横浜と清水3連勝中、浦和は2勝1分けで3位です。一方広島、京都、セレッソ、大阪、まだ勝ち星がありません。セレッソは3連敗中、現在最下位と苦しんでいます。両チームのここまでの成績です。まず浦和レッズです。去年優勝のガンバ大阪と引き分け、その後2連勝、3試合8得点ワシントン、ポンテ、サントス、トゥーリオ、鈴木啓太、いろんなポジションの選手が点を取っています。スターティングメンバーです。3バックはいつもと変わりません。小野は最初はこの位置ですが、長谷部とのポジションチェンジもあります。強力なワシントンとポンテの攻撃力にも注目です。控えに入っているメンバーです。山岸、内館、サイドプレーヤー平川、そして相馬、黒部、永井、スピードある岡野と入っています。フッフバルト監督は3シーズン目に今年も入っています。セレッソ、試合内容と結果が必ずしも一致していない、カウンターもあるし危険な相手だと話します。一方のアウェーセレッソ大阪です。3年連続開幕3連敗、ただ去年はこの後勢いをつけて後半16試合負けがありませんでした。セレッソ大阪のスターティングメンバーです。19歳の藤本、23歳の前田、若い2人とブルーノクアドロスの3バック、そしてピンゴが右サイドに入るのかどうなのか、また試合の中で見ていきたいと思います。西澤、古橋、森橋の森島の3トップです。ベンチに入っているメンバーです。もうプロ14年目の柳本、山田、酒本、宮原、徳重、そして高さのある竹本が入っています。小林監督、内容は良くなってきた、ボールの奪いどころも良くなった、あとはシンプルにつないで相手のスペースをついていきたい、そう話しています。まもなくキックオフを迎えます。さあ井原さん、はい、立ち上がりどんなところに注目でしょう、この一戦。まずはホームの浦和レッズはね、やはり攻撃的に積極的に前から行くような、そういうイメージをしてますけれどもね、まあ、セレッソの方はここまで3試合失点が非常に多いですから、はい、その辺りをどうやって立ち上がりでしっかりと安定した形で入れるかどうか注目したいですね、はい、今試合が始まりました。ブルーノクアドスから前線へ、そしてピンゴを見てみますか、ボランチの位置という形ですかね。そのようですね。川村が右もうサイドに出てますね、はい、さあワシントンがボールを持っていく、前田のディフェンス、そして小野からサントスへ、左のサイドのスペースを突く、中ワシントンへのクロスボール、ヘディングシュート、いやー今サイドからいいボールがいきなり入ってきました。いやー小野からのね、サントスへのスルーパスも絶妙でしたよね、ここですね、はい、それまたクロスもね良かったですよ、精度高くてダイレクトで上げていきまして、はい、ワシントンのあの高さをうまく利用したクロスでしたね。そうなんですよね、セレッソのバックね3枚いるんですけれども、その間にワシントンがうまく入ってきましたよね、そこにピンポイントで合いましたけども、決定的なチャンスでしたね。今日はワシントンがここまでの内容はいいものがある、もっと内容を良くしたいと昨日も話してくれました。ファールがあってセレッソボールです。
セレッソとしたらどうなんでしょうか。いきなりああいういいボールを浦和に当てられて気持ち的にこう何か変化するとかありますか。いや今のはね本当やられててもおかしくなかったですから助かったというところじゃないですかね。セレッソとしてはなんとか流れを変えたい。さあ最初のフリーキックです。古橋です。ゴールに巻いてくる形になりました。まあ、セレッソと言いますと逆にブフバルト監督が言っていたんですがやはり古橋、森島、そして西澤と去年とこの前の3人変わらないのか、はい、非常に危険だという話をしています。やはりね攻撃の精度能力ある選手揃ってますからね、まあ、試合の展開的にはやはりセレッソがしっかり守って彼ら3人を生かした速い攻撃ができればセレッソも得点チャンスがどんどん生まれてくると思います。今日は主審松村さん、副審が平野さん、そして佐藤さん、第4の審判が鍋島さんです。ゼ・カルロスから古橋です。中見ます。ここにピンゴがいます。下村とのダブルボランチの位置に入っているピンゴが右に出した。右が川村、ジュビロ磐田からの期限付き移籍。ディフェンスライン前田、そしてピンゴ、中に一旦西澤が降りてきています。そして小野、一つごとにセレッソ大阪にいいポジション、そして小野がボールを持つため大きな歓声が浮かびます。ピンゴは今年加入した新しいセレッソ大阪のメンバーです。矢原さん、よく言われるのがボランチの位置でピンゴが、まあ、去年まではファビーニョがいました、はい、その中盤での構成がちょっと去年とは違うんだとよく話を聞きますけどもね。まあ、昨年はねファビーニョボランチの位置で非常にセレッソチームとして効いてましたからね、攻守にわたって活躍してましたから、まあ、そのファビーニョのイメージを持ってピンゴはやはりプレースタイルも少し違うと思いますからね、はい、チームに馴染むのも若干時間がかかるのかなという感じはしますけどね。またサイドだ、サントスクロスボール、今度は低いボールだ。ワシントンがまた待ち受けていました。そして森島、セレッソ大阪、河村、前出す、西澤、ここにはしっかり遠野がついている。4年半ぶりに J リーグに帰ってきました小野、もう一度ディフェンスに来ます。小野を含めたワシントン、この浦和レッズに新しく加わりましたがコンビネーションといった部分ではどう見たらいいでしょうか。ここあの試合ごとに良くなっていると思いますけれどもね、まあ、まだまだ慣れてない部分もあると思いますし、まあ、小野、長谷部なんかポジションチェンジをしながらという中盤のシステムを変える時もありますし、その流れの中で、まあ、小野のプレーというのも随所に出てきているとは思いますけれどもね、まあ、まだ得点はないですから、まあ、その辺ゴールに絡む仕事をもっともっとこれから増えていくんじゃないでしょうかね。最終ラインのトゥーリオから右の堀之内、小野絡む、山田へのダイレクトのプレーでした。まあ、今のようなワンタッチでのスルーパスやそういう攻撃の起点となるプレーが小野の特徴ですからね。したがってここまでスターティングメンバーを過去の試合も見てみますと小野は前でまずプレーして、そして途中から長谷部とポジションチェンジなどを変えながらということになってますけども、井原さんとしては小野のポジションというのはこのままの方がいいんでしょうか、うん、それともやはりボランチの方が、うん、まあ、あのチームとしてどちらでも機能するとは思うんですけれどもね、やはり小野が少し前気味のポジションですと相手のマークも厳しくなりますから、ボールがなかなか入らないと少し降りてくると、そこで長谷部とポジションをうまく交代しながらお互いがいい形でボールを触れる時間を増やしたいという考えもあると思いますけれどもね、はい、小野が一旦ボールを下げます。3バックの真ん中トゥーリオ、そしてボランチは鈴木啓太、前に出して長谷部、すごいです。サントス、左のサイドサントス、もう一度すごいです。鈴木啓太も、まあ、ここまでは本当にあまり目立ちはしませんけども過去3試合っていうのはいい働きしますよね。いや、そうですね、今の浦和には非常に効いている選手ですよね。まあ、鈴木がやはり中盤で守備的なそういう役割を担ってますから、非常に運動量も多いですしね、はい、
一方のこちらセレッソのボランチは下村から今スリーバックの右、あちょっと危なかったセレッソ、ピンゴです。西澤が下がってきています。前を使う、真ん中クロスボールが入ってくる、遠いでしょ、来る、ピンゴに合わない。その後ゼッカロスがグーッとボールに体を寄せていきましたが、ここは山田のディフェンスです。今のは右サイド川村ですかね、いい突破しましたよね、今日は下がって今の場面です。そうですね、西澤からのスルーパスでここでねボールを浮かせてサントスをうまくかわしましたよね。はい、一つ井原さん、ここまで小林監督がセレッソについて言っていたのはですね、はい、クロスボールがなかなか入らないんだ、出ないんだって話もしていました。これどのあたりに原因があるんでしょう。まあサイドでの主導権をやはり相手チームに握られているという部分もあると思いますよね、それと、まあ、セレッソを3バックで守ってますから、はい、その辺の中でどうしても3バックのサイドのスペースを相手に使われることが多くて、両サイドの中盤の選手がディフェンスに追われる時間がやや多いのかなという感じはしますけれどもね。ただ真ん中真ん中でそれこそ正直に言ってしまいますと、まあ、浦和レッズのこのメンバーの力を考えますとそう簡単にはなかなかこじ開けられないでしょうからね。そうですね、今もトゥーリオの攻撃参加がありました。トゥーリオが上がって、そして坪井と、そしてそのトゥーリオが上がった位置が鈴木啓太が下がっていました。右山田スペースに使ってポンテ、ポンテには2人で突きに行く、テクニックある、トゥーリオが上がっている、ワシントン胸でトラップシュート、これはヒットしませんでした。まだあります、レッズのユニフォーム4人、トゥーリオがそのまま流れの中でまた上がってワシントンとともにペナルティーエリアの前で待っていました。まあ、今のは流れの中でずっとそのままトゥーリオはね前線に張ってましたね、まあ、このポンテのフレームうまかったですね。そしてコーナーキックはレッズです。もうセットプレーもレッズの強力な武器としてここ数年で定着しています。遠いサイド堀之内、前田のクリア、もう一度コーナーです。今度は逆からのサイド、高さのあるワシントンがゴールの前にデーンと構えています。さらには堀之内、トゥーリオもいます。ここまで3試合戦って2勝1分けの浦和レッズ、チャンスを迎えています。トゥーリオ、ここもレッズ、このシンジ、テクニックのあるポンテ、右左に視線を落として、もうここはまずは受けますセレッソ大阪、下村です。去年はファビーニョとダブルボランチを組んでいました。今年は川村あるいはピンゴとこのボランチを形成します。トゥーリオが今まだ上がっていますので、坪井が今真ん中、右の山田、ワシントン、ゴールキーパー出ました。セレッソ大阪のゴールキーパーは吉田、去年の J リーグのベストイレブンです。さあ去年の対戦ですけども、井原さん、まあ、意外と言っちゃなんなんですけど、はい、2勝してるんですねセレッソが。相性はセレッソがいいんですよね、あっとポンテが出た、うわー、ここはよく守りました。今のはいい読みをしましたよ ね、 藤本ですね、はい、そこはねワンツーからいい形でポンテが抜け出していきましたけれども、藤本のカバーがなければ1点というシーンでしたね、はい、藤本の去年の 終盤からは出場機会を増やしました。まだ19歳の若いディフェンダーです。その年齢で言いますと、あのブルーノクアドレスは変わらないんですけども、23歳の前田と若い19歳の藤本、この3バックどうなんでしょう、この若き2人が組むという3バックなんですが、まあ、その辺の3バックがやはり安定性を持って自信をしっかりつけながらいい守備ができるようになれば、セレッソもね、いい攻撃陣は揃ってますから、はい、その辺が結果にいってくるとは思うんですけれどもね。ここは19歳藤本、よく読んでいました。
去年は終盤は右サイドでのプレーが多かったんですが、今シーズンは第3節から登場しています。またトゥーリオが取る。その藤本、西澤がここまで下がってくる回数多くないですか。そうですね、やはり西澤がトップから少し降りてきて起点となるような形でくさびを受けるシーンが多いですよね。その分森島が前線に飛び出していったり、今の形ですね。そうですね、これはオフサイドフラッグが上がっています。攻撃の最初の入り方としてはこういう考え方でよろしいんでしょうか。いや、そうだと思いますね、はい。西澤も非常に去年はこのセレッソ大阪の優勝戦線に食い込む中での活躍が非常にありました。はい、セレッソの小林監督はね、やはりあの古橋、森島といったところにワイドワイドと声をかけてますね。やはりとにかく今日はシンプルに、そしてワイドに使った攻撃というのが、まあ、先日話を伺った時の小林監督です。さあ本店にまたボールが出る。遠いサイド、ワシントンが遠いサイドにいましたが、ゴールライン割っています。まあ、今のも長谷部がボールをそのまま前線ポンテに出して自らゴール前に入ってきましたから、まあ小野とその長谷部の関係というのはどちらかが前に出ていけばどちらかやや引き気味ということは、まあゲームの中でしっかりと判断しながら2人でコンビネーションを取っているんでしょうね。このあたりはベンチの指示というよりはもうプレーをしているこの2人でいろんなことを考えていると見ていいんでしょうかね。そうでしょうね、ゲームの流れの中で判断していると思います。坪井から前、サントス、そして西澤、スレッソ前開く、クロスボール入れてくる。中にいたのは古橋でした。古橋も視野の広さが、まあ、あるプレーヤーなんですが、去年のベストイレブンにも選ばれています。前半の13分を経過しました。両チーム無得点です。パスをつなぐ浦和、堀之内、最終ラインもここでクッと上がっていきます。ポンテ、堀之内、山田、鈴木、ワシントンへくさびのボール入れる。ファウルがありました。いやー、僕じゃない、やってないよって言ったようなワシントンのこの表情です。まあ、今のは前田選手がねうまく前に入ってカットしましたけどね、体を抑えてましたけどもね、ワシントンはね。今のところこのワシントン、それからポンテに対するディフェンス、セレッソ大阪いかがでしょう。くさびのボールに対しては非常に意識が高いと思うんですけれども、まあ、立ち上がりからクロスに対しての守備という部分では少し、まあ、不安はありますよね。セレッソは何度か危ないシーンありましたから、はい、サイド攻撃に対する守備のポジショニングももう少し徹底した方がいいかなというふうには思いますけど、サイドの攻撃に対する守備ですね、はい、どの選手に、セレッソ大阪の選手に聞きましても、最初は守備の時間帯が長くなるだろう、ただ守備は組織的に動けるようになってきた、そして小林監督にその後のことを聞きますと、まず確実性のあるプレイヤーに渡せ、そんな答えが返ってきました。さあまた飛び出す森島、トゥーリオがつく、切り返す、中西澤がいる、テクニックを見せてクロスボール、ここで上げた。小野の落ち着いたプレーです。左のサイドを使ってサントスでした。内容は悪くない、勝ちが欲しい、そう話します小林慎二監督。小野です。左右にうまく散らせる小野のパス、またサントス使う、中ワシントンいる、森島です。西澤また下がってきています。前田、下村が前に上がっていました。そして古橋、ゼカロスが左に開く、そのゼカロスドリブルを持って持っていく突破力のあるゼカロスです。
もう一度ゼーカロスを使って、あ、ここには山田が行きます。そしてポンテです。ピンゴからいいボール出ましたね。ここをよく使います。今日のセレッソクロスボール入って西澤だ、落としてその後がない、ファールがセレッソにありました。ここまで見ますと切り替えないでしょ。ああ惜しいですね。今このカラーワシントンへの、ね、スルーパスでしたけれども、あの一つの今年のレッズの特徴とでも言えるかもしれませんね。そうですね、セレッソはここまで見てみますとこの森島をよく使っています。最初はですから西澤にボールを入れてそこから森島をスペースに走らせる、そんなパターンがよく見られるセレッソ大阪です。一方のこちらレッズはサントスのこの方面にボールがよく入ります。追い込む2人で行きました。連続のフリーキックです。ここまで J リーグで2試合連続の得点を決めています。いやー井原さん、何度見ましてもあのダイレクトプレーと言いますか、この、はい、本当にあの浦和レッズの判断が早い、まあ、狙いはね、いい狙いを持ってますよね。前半の間もなく18分になろうとしています埼玉スタジアムです。さあ首位を走ります負けなしの F マリノス、今日はこの画面の真ん中あたりで大分と対戦していまして1対0とすでにリードを取っています。 F マリノスは栗原の得点、前半3分に栗原のゴールで1点をリードしています。それからもう一つの負けなしのチーム清水は千葉と対戦してまだ無得点です。ガンバと大宮の試合は明日ガンバがアジアチャンピオンズリーグを戦う関係で29日にこの第4節を大宮と戦います。埼玉のゲームはセレッソ大阪、浦和レッズ、ここまで両チーム無得点。そして J2 です。湘南が仙台を下してもうその試合が終わっています。そしてレイソルが2対0ここまでリード、さらには愛媛が札幌に1対0と後半の段階ですがリードしています。横浜 FC は数三浦が1点を取っています。さあチャンスになるセレッソ大阪、ジェイカルロスクロスが入ってくるダイレクト。いや今のは決定的でしたね。セレッソのこの立ち上がりの攻撃の部分というのはよくサイド使ってるんじゃないですか。そうですね、これも完全に中で引きつけてから左サイドに展開して、はい、このクロスのタイミング早かったですよね。完全に森島フリーになってましたからね。森島はここまではサイドのスペース、右のサイドのスペースを使うことが多かったんですが今のプレーでは真ん中に来ました。ポンテから鈴木啓太、あー、ここはピンゴがいいディフェンスを見せました。ゴールラインを割ってゴールキックに変わっています。まもなく前半の20分です。ここまでの流れ、井原さんどうご覧になりますか。ほとんど五分五分じゃないでしょうかね。お互い積極的に攻めるそういうシーンが出てきてますから、浦和レッズはここまではガンバ大阪に1対1引き分けから入った今シーズン、第2節は岩田に3対1、そして前節第3節は広島に4対1と勝ってきています。一方のセレッソは負けが3つ、名古屋に2対3、ガンバに1対6、そして前節は横浜に1対3と敗れています。去年は1試合平均で失点の率が 1.18 と低かったそのセレッソですが、今シーズンの立ち上がりはその守備で苦しんでいます。ここも早め早めにプレッシャーをかけていきます。今日のセレッソ右の山田、下村から西澤、下村ピンゴを飛ばして右の川村を使います。手を挙げているのが古橋と森島、その古橋にボールが入る、シュートは打たせません。
キープ力のあるポンテ、2人を引き離してサイドもちらっと見た。守備の要ブルードクワローズ、セレッソ大阪。さあその守備ですけども、セレッソ大阪ここまでとにかく組織的に守りに行きたいんだ、そうするとリズムが出てくると話していましたけども、その部分で組織的に行ってると印象ありますよ。そうですね、安定した守りはある程度できてると思いますけれども。ポンテのシュートだ。いいシュートでしたね。ただ左サイドのサントスの方のケアがやや、川村の方が守備に要する時間を長く強いられているかなという感じがしますよね。そこで起点を作られてレッツのいい攻撃の形を作られているシーンが何度かありましたから、その辺のサイドの攻防というのも今日の見どころになるでしょうね。もう一度小野から、ここはポンテとの呼吸がちょっと合いませんでした。ただもう本当に去年との違いと言いますと、ボランチのファビーニョが抜けた、それから右に工藤がいました去年、この2人が抜けたところ、このピンゴと川村で今シーズンどのように戦っていくのか、どこでこう、チームとしてまとまりが出てくるのかといったところがセレッソのこれからの課題といったところになるんでしょうね。そうでしょうね。まだピンゴが 前節1節2節では右のサイド、前節はボランチで、今日もボランチに入っている。チームとしてピンゴ そのプレースタイルというのがいかにヒットするかというのをとりあえずこの3試合で見極めながらということだと思いますけれどもね。本人はボランチの方がサイドよりは好きだという話はしています。今日はその中盤守備、そしてレッツのサイド攻撃に対する備えはどうなのか。ここまでは井原さんの見方によりますと、まだサントスを捕まえきれていないという評価です。古橋、いやここは堀之内のディフェンスがありました。西澤、春のやな、ここはくさびのボールをよく受けています。今日のプレー、森島サイド、川村クロスボールをどんどん入れたいという小林監督。レッツもボールの正面を固めています。逆のサイド、ゼッカルロスへのボールを出そうといったところですが、ここはポンテが読んでいました。セレッソのスローインです。下村、森島が中へ、そして下村のパスはディフェンスラインの裏でした。あの辺のパスの精度がもう少しいい形で森島に入ると攻撃の幅が広がりますけれどもね、やはり西田が引いてきたところに森島や古橋が入ってきますから、そこをうまく使いたいですね、セレッソは。ただ本当に今日は狙いは何かこうはっきりと見て取れますよね。レッツはトゥーリオからまたポンテ、鈴木啓太上がる、山田へのスルーパスです。ポンテ、ゼカルロスの速いディフェンスプレッシャー、中山田、ポンテ、小野が前にスッと出てきた。この辺りのコンビネーションなんですけどね、その辺もまだまだというところなんでしょうけれども、試合を重ねるごとに良くなっていってるとは思いますけれどもね、今のは2人の意思疎通がやや合わなかっただけですから、流れるようなパスワークは随所に出てきてると思いますけれどもね。まだ両チーム無得点、25分を経過しています。埼玉スタジアムの第4節、ワシントン、さあゼッカルロス、森下がスペースへ出る、通ればチャンス。坪井のディフェンス、森島のファールです。何かも
ここまで見てみますとやはりセレッソは最後のところでこう森島がですねよく狙ってますね、はい、今日はやはりボールに向かって飛び出してくるそういう動きをしてきますからね森島はね、あとは浦和のディフェンス3バックで対応してますから、はい、西澤がワントップ気味に最初張ってますからそこから引いていったスペースに2列目から飛び出してこられると非常にマークはしづらいんですよね、まあ、そういう部分は浦和は気をつけておかなければいけないでしょうね。同じことが逆にレッツの方も言えるんですよね。ワシントンがワントップでいますから、まあ、セレッソのディフェンス3バックで対応してますからそこにポンティア、小野が飛び出してくるのをどういうふうに見るかというところですよね。この両チームは井原さん本当に同じシステムで戦ってるんですよね。そういう感じですね。マッチアップはしやすいとは思いますけれどもね、はい、そのバックラインのところだけしっかりと役割をはっきりしておかなければいけないと思います。コンテボールを持つ、ボールは出ていない。ここはブルーノクアドロスを中心としたディフェンス落ち着いていました。鈴木啓太も小野そしてワシントンとのコンビ試合ごとに良くなっている、もっとこれから面白いプレーを出せますよ、そんな話をしていました。古橋逆のサイド、川村が手を挙げていますが古橋がボールを持つ、一旦ボランチの下村そして新外国人のピンゴ、ここでボールもらう。西澤やはり下がってくる。トゥーリオがまたダーッと上がってきます。サントスのサイドに出す、トゥーリオが上がる、そのトゥーリオが手を挙げる中、サントスドリブル、ポストプレーは2人で防ぎました。今度もまた左のサイドを大きく使います。今日のセレッソワイドをよく使っています。ゼカルロス、簡単にボールを入れてきまして西澤、ファウルがあってウラーボールです。前田が最後ワシントンに乗るような形になってしまいました。早いリスタートから右の山田、ポンテ、まあ、今日はポンテがボール触るケースが非常に多いですよね。そしてサントスです、うん、ここにはしっかりと川村がついていました。サントス自身も2試合連続でフリーキックを決めています。今日もしフリーキックでゴールを決めますと J リーグ史上初めての3連続フリーキックでのゴールとなるんですね。ああそうですか、まあ、あの今日はまだねそういうリスタートのチャンスはないですけれどもね、はい、そのサントスも言っていました、それだけゴールに近いところでフリーキックをもらえるということはいい流れだ、そんなシーンを増やしたいねと昨日も話していました。古橋、ゼカルロス、この人は突破力があります、そしてクロスもいいものを持っています。藤本、西澤、ピンゴ、またここでポンテがボールを持ちます。いやー本当にこの人は視野の広いパスをどんどん出します。ワシントンには2人、中入った長谷部だ、ドリブル得意だ、小野に渡してもう一度、あー惜しいですね、最後つぼいが上がってきていました。セレッソのディフェンスもねうまくサイドにスライドしてしっかり守りましたね。今まあ浦和らしい攻撃も今出ましたけどもね、ここでポンテのパスが小野が少しボールがぶれましたよね。ただディフェンスラインをここまで上げてきていますレッズです。前半の30分経過、両チーム無得点。堀之内、前にトゥーリオが上がってる、そのトゥーリオ落として前だ、シュートだ、どうだ、埼玉スタジアム大きなため息、トゥーリオのシュートでした。またまた決定的な場面になりましたけど、はい、トゥーリオがねまた流れの中でそのまま前線に残ってましたからね、
ここでねうまく胸をトラップしてフィニッシュいったんですけれどもね、はい、最後よく体張りましたね。ただコーナーキックです。サントスが入れて遠いサイドシュートだ。最後は堀之内でした。徐々にではありますが流れどうでしょうか。レッツが少しずつペース握りつつあると見ていいんでしょうか。いやいや押し込んできましたよね。今もコーナーキックのところね2人立ちながらショートコーナーやるのかなと見せかけながらね、サントスがそのまま入れてきましたね。ブッフバルト監督は決して相手は負けてはいるけども楽観視はできない。カウンターもある。特に前3人の攻撃が早い。非常に危険な相手だという話をしています。ピンゴから右スペース使う。今度は田村が合っていきます。しかしゴールラインを割りました。前半の32分を経過しています。まだ無得点です。レッツがこの時間帯に来て少しずつペースを流れをつかみ始めています。他の会場を見てみましょう。アントラーズが甲府をリードしています。内田とアレックス・ミネイロのゴール、それから名古屋が1対0。名古屋は玉田のゴールです。柏から移籍の玉田のゴール、そしてジュビロ磐田をリードしています。 F マリノス1点リードです。川崎と FC 東京のゲームはこの後4時から、そして午後7時からは京都と広島のゲーム。この京都と広島のゲームは BS1 で午後7時からお伝えする予定です。ゼーカルロスから前、またトゥーリオの攻撃参加だ。 J2 は湘南が勝ちました。徳島草津に対してリード。 J1 から降格しましたレイソルが2対0と現在 J2 の首位を走っていますがリードしています。 FC 横浜 FC は三浦和、和のゴールで1点リード。神戸も3対0と水戸にリードをしています。さあレッツ、またトゥーリオが上がっていきます。一つ矢原さん、前3人の攻撃プラス裏にはトゥーリオの攻撃があるんですね。トゥーリオはもうずっと上がってますからね。トゥーリオが上がりますとボランチからスッと鈴木啓太がディフェンスラインにポジションを変えています。ここは坪井、そして小野伸二からサントス。小野、今度は長谷部が上がってきた。ワシントンだ、ポンテだ。流れるようなパスでしたが最後はセレッソ大阪がうまく体を寄せました。そうですね、今のは中にしっかりと人数をかけて守りましたね。テクニカルエリアの小林慎二監督が右に左に大きく手を振ってポジショニングをチェンジしています。指示しています。いやー、ここもこれ抜ければといったシーンでしたけども、はい、最後は前田ですかね、よく戻ってね、今カットしましたね。また長谷部、小野伸二は足元にボールを要求しています。その小野伸二、サントスに上がれと指示して180度見る。ポンテ使う。ワシントンはもうゴールの前に張っています。そして小野、右足で出す。ポンテ、ワシントンシュート。無理な体勢から、やや無理な体勢でしたがまだある。サントスがボールを見る。川村の落ち着いたディフェンスです。サイド島村が上がる。ボール出ました。まあ、島村がここまではよく川村とピンゴの関係を作っています。いやこれ、まあ、藤本、若い藤本ですけども、はい、よく読んでましたね。そうですね、ワシントンストライカーらしいですよね。見ながらそのまま打ってきましたね。ディフェンダーとしますとこれ怖いでしょ、やっぱりこういうストライカーっていうのは。常にやはりねゴールの前に張ってますからね、センター付近にやはりプレーエリアを取ってますから非常にいやらしいフォワードですよね。2人
懐も深いですからね。はい、またレッズです。そのワシントン、レッズのここまでの攻撃の狙い、改めて井原さん整理してください。やはりね、細かなパスワークからの攻撃、ワシントンを起点とっていうシーンもありますし、あとは左サイド、特にサントスが今日は何度もオーバーラップをしてきてますよね、はい、ただそのボールのつながるシーンというのはさほど多くないかなと。もっと流れるようないい形でスムーズに攻撃ができるシーンが多いと、やはりレッズ得点チャンスもっと増えると思うんですけれども、うん、今日はセレッソのディフェンスがしっかりとそれを寸断してますよね。はい、しちゃってレッズの調子が悪い云々というよりはセレッソがしっかりとここまでディフェンスをしていると、まあその部分はあると思いますね。小林監督が思い描いた通りなんでしょうか。ここまではディフェンスよし、そしてサイドも攻撃の時にはよく使っていますセレッソ大阪。ただ裏にはポンテというテクニックがある、ワシントンというストライカーがいる、そしてさらにはパス、ドリブル、シュートがある小野伸二がいますが、思わず井原さんからもあーという声が出ましたが、まあ、1メートルなんですけれどもね、長谷部が下がり目の位置、小野が前の位置、ただ小野と長谷部は上下の関係でよくポジションチェンジをします。長谷部、山田、鈴木啓太、ワシントンがスーッとゴールの前、ポジショニングをちょっと変えた、ポンテにボール入る、ワシントン使う、長谷部最後のシュートを打たせなかった、はい、あの辺のね、ちょっと真ん中にやはりレッツの攻撃が偏りすぎるんですよね。そしてパスの距離が短いですよね、その分セレッソはね、今しっかりと真ん中を固めながら守りやすい状況にはなってますね、はい、さあフィニッシュまで今度は行きたいセレッソです。大きなブーイングはレッドサポーター、ピンゴからのゼカルレスのボールでした。ただゼカルレスがこのような形でいい攻撃だといった形はできてますね。そうですね、まあ、今日はサイドからゼカルレスが上がってクロスを上げるシーンも出てきてますからね、はい、決定的な場面をつかみたいセレッソ大阪。そのセレッソが決定的なシーンをどんどん作るためにはこれまでのようなサイドの攻撃だけでいいんでしょうか、それとも何か他にやることあるんでしょうか。そうですね、まあ、森島と古橋にもう少しボールが入ってもいいかなと思うんですよね。あ、まあ、その辺を今レッツの方の中盤も含めてディフェンスが非常に効いているので、彼らにボールを入っていい攻撃的な仕事がなかなかさせてもらっていませんよね。今度はサントス中に入ってきた、ワシントンのポジションプレーだ、体にかかるチャンスだ、ワシントン粘ってシュート、ここディフェンス前田がよく構えていました。いや、ワシントン強いですよね。強いですね。また山田がボール入れる、ヘディングはサントスの上でした。まだありますね。ただまだありますね。まだサントスが中、ワシントンもいる。ワシントンに対して今藤本がよくついています。トゥーリュー上がる、自分で持っていきます、2人の間割って入って、笛はありません。最後は倒れました。このからこの辺りにレッツのこの攻撃のバリエーションの豊富さ、それから熱さを感じます。スボイが上がる、サントスは開いている、この近いサイドワシントン、長谷部がゴールの前には上がってきている、サントス、小野前見る、シュートは左足、サントスは追いつかなかった、コーナーキックに変わります。ここですよね、先ほどの試合ね、体を預けながら強引に持ってきましたね。さあショートコーナーでもう始まっています。カウンターが怖いと言っていましたブッフバルト監督ですが、ここはスピードは上がりません。川村からブルーノクアドロス、もう一度川村吉松さん、はい、レッツのブッフバルト監督はね、
前半のこの40分間具体的な指示は全くないんですけれども、渋い表情をする回数が多いですね。これは決定的な場面で点が取れなかったこともあるかとは思います。どうでしょう、思い描いていたブフバルト監督の入り方、何かこう違いってやはりあるんでしょうか。やはり早い時間帯で点は欲しいというそういうプランはあったと思いますけどね、まあ、チャンスはありましたからね。最初はサントスが左のサイドをえぐってクロスを上げました。そして次第にワシントンのこのフィジカルの強さ、ポストプレーのうまさが光ってきています。さらにはレッズで言いますとポンテがボールを持つと非常にこの得点に近いそんな感覚を覚えます。セレッソは今日はよく守りが機能しています。そして両サイドも森島を中心によく使っています。ここまで両チーム無得点、前半残りがもう3分を切ってきました。今日いいボール出ましたね。オフサイドない、ワシントン逆サイド見る、小野伸二が手を挙げた、ブルノからのつく、ブラジル人対決、ここはコーナーキックになりました。セレッソとしてはここしっかり守りたいですね。そうですね、まあ、時間帯がね、残り5分切ってますから。ここもポンテがまたボールを入れます。そして今一人西澤ですかね、倒れています。プレーが中断しています。セッターと鈴木が少し足の上に乗っかったんですよね。西澤は今シーズンはここまで2得点を挙げています。去年も28ゲームで10得点、まあ、チームの中心的なプレーヤーなんですけども、まあ、今シーズンキャンプから好調が伝えられていましたし、この人がやはりポストプレーがないとですね、セレッソの攻撃というのもちょっとらしいプレーが出ませんからね。そうですね、やはり彼がセレッソの攻撃の起点となりますし、前線ゴール前に入っていく方も前ですからね。そしてコーナーキックはコンテとサントスが待って、そしてゴールの前ではトゥーリオを中心に少し話し合いました。サントスがボールを出す、鈴木から中へ、このシュート。まあ、レッツのコーナーキックもいろんなことをやってきますよね。今のもサインプレーだったと思いますけれどもね、トゥーリオがこのペナルティーエリアの中で何かやるぞやるぞと思わせといて、ここで鈴木使うんですね、はい、そうですよね。そしてそこから小野が最後ゴール前に入ってきてというシーンでしたけどもね、ただセレッソのディフェンスもしっかり集中力を今日は持ってますね。はい、西澤戻っています。まもなく前半の45分が経ちます。レッツ、セレッソ、両チーム無得点。レッツのゴールキーパーは鈴木、日本代表鈴木啓太、森の内、トゥーリオ。セレッソとしてはまずは前半は無得点でしのいで後半にいい形に持っていきたい。レッツとしても無理はしないとは思いますが、できれば1点勝ち越したい。西澤です。下村上がる、いいボール出ましたよ。これチャンスですよ。さあスペースに、これが通ればチャンスだ。シュートは出せない。いやー、つぼい、そしてトゥーリオで挟むような形になりました。今のは古橋がいい飛び出しをして、そこにピンポイントでボールが合いましたけれどもね、トゥーリオとつぼいがうまく挟み込みましたね。ロスタイムの表示今1分と記されています。森島です。長谷部、ポンテ、サントス走り出す。サントスにボール通った、ワシントンが中に入った、自分で仕掛ける右足でのクロス。ここもよくゼイカルロスがボールの位置を読んでいます。コースが変わってゴールラインを割りました。
いや今のプレーも味のある攻撃ですね。そうですよね、今のも小野が前線に張ってましたから、そこをうまくポイントとして使いましたよね。ロスタイムの目安の1分はもうすでに過ぎています。1分台入っています。クロスボールが上がる、折り返す、シュートを出せません。最後レッズに何度かチャンスはありましたが、セレッソがしのぎました。前半45分、両チーム無得点で折り返します。さあ井原さん、はい、この前半ですけども、井原さんはどうご覧になりましたか？立ち上がりからね、やはりホームのレッツがやや押し込みながら試合を進めていたなという、そういう印象ですよね。ワシントン、ポンテをうまく絡めながら、サイドのサントスの攻撃も良かったと思います。はい、まあ、そういう中でセレッソを心配されたディフェンス、今日は非常に粘りもあって安定感もあるかなというふうに思いますけれどもね。そうですね、まあ、セレッソにとってはここまで失点が多かった中で、このレッツの攻撃力を止めた、これはいいことですよね。まあ、自信にはなると思いますしね、この前半までのディフェンスという部分では非常に最後粘りもありますし、この辺もね、ゴール前しっかりとカバーリングできてましたよね。はい、ワシントンのポストプレーありました、いい攻撃もありましたが、レッツもこの前半の中では得点を挙げることができませんでした。セレッソがしのいだ形になりました。埼玉スタジアムのゲームはここまで両チーム無得点です。それではここで BS ニュースをお伝えします。後半の45分始まりました。小野がこの位置、そして坪井、真ん中トゥーリを飛ばして堀之内です。3バック変わらず、ボランチに入ります。いや、下がってきました小野です。そして今鈴木啓太が開いていました。ポンテを経由して長谷部、ワシントンではなく左のサントスです。メンバーは従って前線変わりません。さあクロスボール入りましたが、ワシントンの頭の上でした。メンバーの交代は両チームありません。サントスのロングスローが入ってきそうです。後半立ち上がりのレッズのチャンス、ワシントンしっかりと守ります。また小野と周りとのメンバーの連携も徐々に試合ごとにどんどん上ってきています。さらには長谷部、ポンテが持つ、ワシントンへポストプレー、狭いところポンテにチャンスだ。ここはセレッソも組織だって守りました。もう一度ワシントン強さを見せます。しかしレッズはどんどんこの狭いところを使ってきますね。はい、そうですよね、中をね強引に行こうとするんですよね。後ろから尾上、ここもシュートは打たせません。なんとかこじ開けようとするレッズ、クロスボールが尾上から入ってくる、ワシントンの頭の上、シュートまで行きませんでした。サントス、コーナーキックに変わります。まあ、今はユニフォームを引っ張られたじゃないかというワシントンのアピールがありましたが、認められません。コーナーキックです。後半はこのレッツサポーターに向かってゴールを狙います。浦和レッツ、ポンテが入ってくる、トゥーリオが飛び込んでいきました。まあ、トゥーリオも考えてみますと、去年は9得点を挙げて実はチームで最多なんですよね。いや、ディフェンスから上がってきてそれだけ点を取るというのはさすがですよね。もう一度コーナーだ、なんとか吉田がボールを触りました。セレッソ前線に残っていたのは森島だけですが、また坪井からこの絵、トゥーリオが流れの中でまだ残っています。ポンテ、遠いサイドワシントン、クロスボールは入る、小野田、ポンテのシュートはややヒットしなかった、小野のシュートだー、入りました。先制、小野のゴールでレッズが先制しました。いやー、小野がオランダフェイエノールトを経て帰ってきました。なんと小野のゴールと言いますと、井原さん、2001年7月の14日当時のジェフ市原戦以来ということで。あ、そうですか、これ難しいボレーですけれどもね、
この後半立ち上がりの中でいい時間帯にまず点を取りました浦和レッズです。一つ技見せてくれましたね。そうですよ ね、浮き玉のボレー難しいんですよね。距離もありましたからね、はい、うまくドライブをかけて狙いましたよね。前半いや後半の2分小野伸二の先制ゴールでレッズ先制です。まあ、小野は従ってこのレッズのユニフォームを着て埼玉スタジアムで初めてのゴールということになったんですね。フェイエノールズに移籍したのが2001年の7月で、このスタジアムが本体が完成したのがその7月の末でした。従ってレッズのユニフォームを着て小野自身がこの埼玉スタジアムでプレーをするのが今日が2試合目、その2試合目でのゴール、久しぶりに J リーグで4人8月ぶりのゴールです。さあ今度はボンテだ、シュートに行った、危なかった危なかった、またコーナーです。いきなり井原さん、しかし浦和レッズがペースを使いました。そうですね、今のはねセレッソの少しディフェンダーのミスからでしたからね、はい、でカルロスとその小野伸二が互いにボールを奪い合いに行きました。小野の表情としても何かこう一つゴールを上げて仕事をしたっていう充実感と満足感というものがちょっと見て取れますけどもね。そうですよね、まあ、早くゴールが欲しかったでしょうから、はい、そういう意味ではホッとしたんじゃないでしょうかね。今シーズンのレッズには小野が加わりました。ベルディからワシントンが加わりました。連携も徐々に良くなって、ワシントンは今シーズンはもう2ゴール上げていますが、小野が今日は初ゴール。もう一度そのシーンダイレクトでご覧いただいています。まあ、J リーグを出て海外でプレー経験を積んで、そのプレー経験の豊かさをこの J リーグにまたもたらそうとしています小野伸二。まあ、その世界を感じながらこの J リーグに戻ってきてくれる、これは本当に J リーグの他のプレーヤーにとってもありがたいことです。やはりね、普段からそういう厳しさを持ちながら高い意識を持ってトレーニングしてくれますからね、周りに対する影響力というのは非常に好影響ですよね、はい、さあそして一方のセレッソですが先制されました。この後の考え方どうしましょう、井原さん。そうですね、やはりまあセレッソとしては守備はねやはりいい形で守れてたとは思いますから、いかに点を取りに行くか、どっかでリスクを冒してもやはり前線に人を攻撃の枚数をね増やしていかないとはいけないと思いますけれどもね、はい、まだメンバーの変更は両チームなし。長谷部、サントス、川村のところを得意の長いドリブルで抜けていく。しかしここは川村も非常にしつこい粘り強いディフェンスが持ち味です。今度は山田、小野、スペース使う、中ワシントンいる、長谷部、長谷部、ポンテ、また狭いところを抜けていきました。小野のファールです。いや森島を後ろから倒す形になりました。元日本代表の森島、そして今年ワールドカップ出場を狙う小野伸二。まあ、こういう対決というのも非常に楽しみではあるんですけども、はい、吉松さん、セレッソは特進が呼ばれましたね。もうここで小林監督が動いています。さあこの早い段階でもう早く手を打とうというのがセレッソの考えです。まあ、徳重選手はね、スピードのあるサイドからの突破持ち味として持ってますからね、はい、ポンテ、またトゥーリオだ、下村から川村へ、森島開く、中西田使う、ピンゴとはちょっとコンビネーション合いませんでした。4対3になる。ポンテ、鈴木啓太が左のサイドから上がってくる。小
小野使う、強い小野強い、倒された、いや倒れた、ファウルありません。後ろから鈴木啓太シュートを狙いますが体を入れました。ペナルティエリアの中でのファールはありませんでした。レッズの選手小野が倒れています。ブッフバルト監督も頭を抱えています。あれはまあベンチから見ますと、はい、PK じゃないかといったようなジェスチャーなんでしょうか。そうでしょうね、まあ、いい形で体を預けながら、ね、突破していきましたからね、ここですよね。完全に引っ張られてるんじゃないかというそういう判断ですよね、はい、下村がディフェンスに行って小野が倒れました。しかし判定はファールはありませんでした。そしてセレッソ大阪がメンバーを変えます。小野がちょっと手を挙げて、あーダメだったかといった表情を見せました。セレッソはゼカルロスに変えてこの徳重サイドプレーヤーを入れてきました。このあたりゼカルロスと変えた、まあ、同じポジションなんですけども、この辺りの狙いは、ね、やはり、まあ、サイドからの精度をもう少し高める運動量も含めてだと思いますけれどもね、川村が左のサイドに回って徳重が右のサイドに出ています。川村が右左に徳重です。その徳重、西澤にもっといいボールを入れたいセレッソですが、レッズの構成が目立つ。さあチャンスだ、クロスボールを入れる、ワシントンのシュート、セーダまだある。サントスかわそうとしましたが前田の体に当たってコーナーキック。今のは吉田のファインセーブですよね、よく手を伸ばしましたね。今のプレーです、はい、ここです。倒れ込みながらコーナーキックが始まっています。抜けるシュートを打たせたくないスレッソ、また小野のダイレクト、ちょっと角度それから状況は違うんですけど同じ蹴ったボールは同じようなボールでした。いやでも枠捉えてきますからね、今のも非常に難しいボールですけどね。もう一度コーナー、ポンテが蹴る、後ろワシントンはシュート打てませんでした。サントス、鈴木啓太、手を挙げているのはトゥーリオ、遠いサイド、ここは前のワシントンにもボールは合いませんでした。しかしまあレッズのこの今日はワシントンの強さも見せてくれますし、小野伸二のテクニックを見せてくれます。さあそしてセレッソです。主勢一方のセレッソ、流れを変えるためにまず一人小林監督選手を変えました。そしてもう一人山田が入りそうです。あー、ベルディから移籍の山田拓也、積極的ですね。井原さん、小林さん、そうですね、まあ、山田をどこで使うかですよね、川村あたりに変えてくるのか、あるいはピンゴと交代するのか、そうですよね、まあ、そのあたりの右サイドかボランチの位置かというところですけどね、はい、川村と変わります。川村との交代となると同じくサイドを変えるということです。さあワシントンポストプレー、中にポンテだ、ワシントン2点目、後半12分レッズの2点目は好調ワシントン、今シーズン3得点目。いやあのあたりでね、やはり攻撃のまず起点を作れますからね、まあ、ポンテがねうまく絡んできたんですけど、そのボールはねうまく突破できなかったんですけどね、ここでしっかり耐えてポンテに渡したところをね、跳ね返ってきたボールですね、はい、いいところに放れましたよね、はい、それを確実に決めましたけれども、ちょっとセレッソにとっては不運でしたよね、一つ目クリアできていたんですけれどもね。しかしそれを確実に決める、さすがにストライカー、今シーズン3得点目ワシントン。ですからレッズにとっては井原さん、今年新しく加わった戦力が
もう本当に今シーズンはよく機能してますね。この試合に回られてますけども。そうですね。さあそして山田がピッチに入りました。川村との交代で山田が入っています。山田拓也、その山田前持っていく、クロスボールを入れる、シュートまでは至りませんでした。まあ、小林監督の意図としては両サイドを変えてよりフレッシュにしてサイド攻撃をもっともっと徹底するということでしょうね。クロスをどんどんといいクロスを入れたい、はい、ワシントン、下村、山田、ピンゴです。そして藤本から徳重、前で手を挙げる、徳重中に来る、ポンテ、サントス、ここは一旦浦和がプレーを落ち着かせます。そしてブルーノクアドロスの攻撃参加、西澤、小野、また前に来る、テクニックを見せる、小野にあーっとパスになってしまった、危なかったセレッソ、小野にちょっといい形でパスが渡りかけてしまいました。少しずつ中盤がね空き出しましたから、お互いの中盤の選手が前を向いてボールを持つ機会が増えてきましたよね。はい、ピンゴも本来は攻撃が好きなプレイヤーです、はい、そしてマタレッツ、そうですね、攻撃シーン増えてきましたから、はい、中盤が本当空いてきましたね。ポンテ、小野です。審判に当たってしまいました。これもレッツにとってはチャンスでしたが、はい、ちょっと場内は沸いてしまいます。さあセレッソですけども、新しくこのサイド両サイドが変わりました。後半です。下村から今度森島、西田との意図合わず2対0です。今日はね、レッツのディフェンスも西澤に対して、そして森島、古橋に対しても非常にね厳しくチェックしてますから、その3人がいい状態でボールなかなか持たせてもらえないんですよね、はい、やや引いた位置で起点となることは西澤なんかは特にできてるんですけれども、やはりボックスの中、ペナルティエリアの中に入ってきたあたりではもう厳しくマークされてますからね、はい。さあそれでは他の会場の結果です。アントラーズ勝ちました。内田とアレックスミレーの2得点です。そして名古屋グランパスは玉田のゴールで勝っています。ジュビロ磐田は鳴岡、そして福西のゴールでリード、ジェフ、市原、エスパルスは同点です。阿部とマルキーニョスのゴール、そして F マリノスは、栗原と清水のゴールで2対0とリードしています。フロンターレと FC 東京は両チーム無得点。京都対広島は19時午後7時のキックオフ、 BS1 でお伝えします。なおガンバ大阪と大宮のゲームですが、ガンバが明日アジアチャンピオンズリーグを戦うために、この第4節は29日への対戦が決まっています。 J2 です。湘南が勝ちました。そして徳島が草津を下しました。レイソルは矢沢の2ゴール勝っています。首位をキープ。そして FC 横浜 FC はカズのゴールで勝ちました。ヴィッセル神戸 J1 から降格していますが、三浦篤弘の2ゴールなどで快勝しています。新しく J2 に加わった愛媛2対1で勝ちました。埼玉スタジアムは2対0浦和レッズリード。ワシントンのゴールがありました。小野伸二の J リーグ4年8ヶ月ぶりのゴールもありました。リードを保っています。またいい形になってくる。得点を取ったからではないんでしょうが、何かこう小野の躍動感を感じる今日のゲームですけどもね、はい。特に長谷部やポンテとの絡みの中からどちらが前線に飛び出していくかという、ね、役割分担が非常にスムーズにできてますよね、はい、必ずワシントンの近くに誰かが入ってくるというかね、そういう分では攻撃に厚みに感じますよね。となると新しく加わったこのコンビネーションというのは本当にこう試合を追うごとに良くなってきています。
矢田さん、そう判断してもいいでしょうね。そうですね、やはり試合ごとにそういう精度は高まってきていると思います。そして一方 の, このセレッソの方の守備というところ、矢田さんにも注目していただきましたけれども、ここまでまあメンバーはサイドが変わりましたが、今日のこの守備、特にあの中盤のあたりの位置はどうご覧になっています？最終ラインは、ね、非常に粘りのある守備ができていると思いますよね、はい、で前線からプレスをかけてという意図はすごく感じられます。今のこのピンゴの動きに関してはどんな印象ですか？やはりボールを持って攻撃に出ていく時のテクニック、スピードというのはある程度感じますけれどもね、まだまだ下村のシュートだ。チームとしてどういう形で彼を生かしていくんだ、また守備の時に彼がどういう役割をするのかというところがもっともっと高めていかないといけない部分じゃないでしょうかね。セレッソがサイドをつきますが、ボールはまだ出てない。鈴木啓太、2人で奪いに行きます。セレッソボールのスローインだ。下村、中森島、もう一度下村、西澤がゴールの前にいる。古橋もいる。古橋の前、トゥーリオのヘディング、クリア。そしてピンゴ、オフサイド、フラッグ上がっています。ですからこのピンゴの話をちょっと先ほどしましたけども、あの一緒にボランチを組むこの下村だけとのコンビというわけではないんですね。そうですね、やはりバックラインとの関係もありますし、あとはまあ前線2人とうまくコンビネーションを取りながらというところはありますよね、はい、あのピンゴもそして下村がいる中盤のスペースなんですけれども、あのあたりでやはりレッズの小野や長谷部ポンテにボールを前を向かれて持たれるケースが結構あるんですよね、その辺をどういうふうに下村と組みながらケアをしていくかというのは、やはりチームとしてのそういう役割分担、そしてコミュニケーション等をどんどん深めていかないと解消されない部分ではあると思いますけどね、はい、やはりある程度のこれ時間を取らないとといったことになってくるんでしょうかね。そうですね、今そのディフェンスラインの前田が痛んでいます。まあ、前田も昨シーズンは第3節からこの J リーグレギュラーポジションを掴んで、考えてみますと去年のキャンプというのは練習生だったんですよね。それがもう今やチームのディフェンスラインのブルーノ・クワドロスとともに中心選手になっています。あのセレッソのディフェンスもですね、中盤も含めて完全にね、このレッズの今2点取られましたけど崩されてるわけではないですからね、はい、ラッキーな部分もありますね。ですから早い段階にこの1点を返したい部分です。小野伸二今日1得点、そしてサントス、ワシントンがスーッと上がる。小野から長谷部、ドリブル得意鈴木啓太、山田、両サイドを細かくつないで縦に細かく入る部分も今日はレッズにはよく見られるんです。トゥーリオスルーパス、トーズポンテだ、チャンス、よくキーパー吉田出ました。ポンテお得意のスペースへの飛び出し、はい、今のもねレッズボールパスはたくさん回りましたよね、その中でうまくトゥーリオがいいタイミングでオーバーラップして最後スルーパスですからね、はい、レッズは小野選手アウトしますね、うん、内館選手が入ります。守備的な位置に入る内館が用意しています。山田です。さあセレッソは井原さん、攻撃でいい形がなかなか作れません。ここからどうやってチャンスを作りましょう。セレッソの方はですね、やはり3バックで対応してますから、ワシントンが3バックに対して1枚で、プレッシングをかけてくる、そういう状況ですから、やはり両サイドのストッパーが1枚攻撃にどんどん加わっていかないとなかなかレッズの堅いディフェンス剥がれてこないと思うんですよね。そういう意味では藤本や前田がしっかりボールを持って相手のディフェンスを引き出させて、そこから前線に起点を作っていくようなプレーをもう少し増やしていった方がいいと思いますね。そしてここで小野伸二がこの赤のレッズサポーターに称えられて選手交代です。小野は
はこの過去3試合は得点に絡むことはできませんでした。主に守備での貢献が高かったんですが、今日は一つ攻撃面で結果を残しました。代わって内館がピッチに立っています。下がうまく攻撃に絡んでくるとセレッソですね、はい。まあ、今のは前田が絡んできたんですけれども、その辺からのフィードっていうのは非常に、ね、重要になってきますね。この内館がボランチの位置に入って、長谷部が前にポジショニングを変えました。ディフェンスラインは坪井、トゥーリオ、そして堀之内、ボランチに内館と鈴木啓太、そして左サイド今ボール触ったサントス、右山田、ワシントンがワントップ気味で、その下にポンテと長谷部という布陣に変わっていますレッズです。さあセレッソ後半途中交代のヴェルディから移籍の山田、今日はボランチの位置、中でプレーするピンゴ、ピンゴ前持っていく。この辺りのピンゴのこの判断力といったら、矢田さんにはどう映りますか。うん、今のはねちょっとイージーなミスでしたけどもね、あの辺でやはりしっかりと球出しをしてもらいたいとは思いますけどもね。西澤、ブルーノクラドス上がってくる、古橋、前に森島もいる、山田です、古橋使う、遠いサイドブルーノが上がっている、ピンゴのシュートだ、壁に当たりました。長谷部にダイレクトで当たりました。セレッソボールのスローインです。後半25分が経ちました。ピンゴの攻撃力、特にアタッキングゾーンに入った時にはこの人も非常にスピードがあるんだ、そう話す小林慎二監督です。今シーズン加入のピンゴは右のサイドもトップ下もボランチもできるユーティリティなプレイヤーです。さあまたレッツがチャンス。そうですよね、今もポンテがいい絡みを見せてますよね、長谷部だ、落ち着いた対応前田が見せました。レッツボールのスローインです。長谷部も今年日本代表の初スタメンも2月のインド戦で経験しました。ワシントン、ポンテ、プレッシャーをかける下村です。坪井、内館、サントス、奪った奪った、ピンゴ、プレッシャーをかけていきます。レッツです。また辺もね、レッツのディフェンスいいですよね、トゥーリオね、西田に起点とさせないプレーをしてますよね。はい、ワシントンがキープ、本当に一つ西田にボールがいいボールが入らなくてすぐにまたチャンスにつなげていくんですよね。はい、まあ、レッツの選手攻めてる時間が長いと思うんですけれども、バックライン非常にその取られた後切り替えも早いですし、いいポジションを最初に取ってますよね。はい、そういう分ではカウンターっていうシーンがほとんどないですから、セレッソのいいところを本当にうまく封じ込めて、そして自分たちのペースを作ってると、そう見てもいいかもしれません。ブルーノクアドロスから西澤です。西澤が本来ですともっと高い位置でどんどんチャンスを作りたいんですが、森島のスピードを生かす、ようやくここで他のメンバー上がってくる、西澤フリーになった、シュートだ、もう一回シュート、枠の外でした。いや、今のはカウンター効きましたね、森島のいい飛び出しが西澤からあって、ここで少し溜めを作りましたよね。はい、そして西田が上がってくるのを待ったんですけれども、ここで最後内館ですよね、はい、いいスライディングしましたね。左で右で打って、その後左でも打ちました。元日本代表の西澤、さあセレッソは交代した徳重です。
西澤になかなかいいボールが入らない。ただサイドカウンターは持ち味を出しています。もう一工夫欲しいといった印象もあるんですけども。そうですね、まあ、どういう風に崩していくのか、まあ、サイドを使っていこうという意図は感じられますけれども、まあ、レッツの、ね、ディフェンスも組織だった守備できてますから、なかなかね、はい、いい起点を作って攻撃の形っていうのはセレッソの方は今作れない状況ですよね、なかなかボールが入りません。裏へ山田が飛び出す、追いつくか、ゴールキックに変わります。まあ、狙い目は今のような3バックのサイドのエリアだと思うんですよね、はい、そこをうまくサントス山田の背後をつければセレッソはチャンスが広がると思いますね、そしてレッツも本当にあのシンプルな攻撃というのが目立ちます。ポジションを少し前に上げた長谷部からクロスボール、前田のディフェンス、レッツのスローインです。前田と藤本、非常に若い2人が3バックの2つのポジションを確保しています。セレッソ大阪、内田とサントス、引っ張ってしまいました。サントスと山田拓也の、ま、こちら側でのマッチアップ、ヴェルディから移籍の山田拓也、内立が裏のサントスを使ってキーパー出ましたがコーナーキックに変わります。去年のベストイレブンのセレッソ大阪の吉田、まあ、吉田ね、いい飛び出ししましたし、先ほどから何度か好セーブ連発してますからね、ですから、まあ、セレッソとしますとこの攻撃を抑えてなんとか早く1点を取りたい、はい、遠いサイド、トゥーリオだ、3点目を取られてしまうと苦しくなりますからね、もうゲームは決まってしまいますから。西澤です、タッチラインを割ってレッツボールのスローイン、交代選手が用意しているのは浦和レッズです。ここで14番の平川を入れます。山田信久に代わってサイドプレイヤーの平川を入れます。同じサイドの交代です。キャプテン3年目のこの山田信久に代わって平川が入ります。スピードのあるサイドプレイヤーの平川です。こう見ますと本当にレッズというのはそれぞれのポジションにいい選手を揃えてますね、はい、選手層は熱いですよね、その平川へトゥーリオ、中鈴木啓太、前役トゥーリオ、長谷部、内立上がってきた、サントスだ、クロスボールを入れてワシントンの頭、その前に吉田の手、そうですね、いい読みからキャッチングでしたね、まあ、レッツの方も流れるようなボールが展開されてサイドからクロスといういい形でしたね、はい、後半32分を経過しています。他の会場アントラーズ勝ちました、そして名古屋が勝ちました。連勝中の清水は市原との対戦ですが1対1の同点となっています。それから F マリノスは今日もリード、まだ負けがありません。さあセレッソがチャンスを迎えようというところですが、ここはレッズのディフェンスが入りました。まだあります、古橋から鈴木啓太です。古橋と鈴木啓太、本当に鈴木啓太もそれほど大きくは目立ちませんが、いいプレーが随所に見られる。オフサイドはありません。サントスボール持つ中、ポンテ見た、ポンテがフリーになっている。ワシントンの方向にボールを上げる、あ、吉田はなんとか弾き出しました。吉田がこれだけ好セーブを出すということはそれだけセレッソがピンチということです。
いい判断でしたね、今後ろから長谷部ワシントン来てましたからね、はい、さらには前に叩いてしまうともうポンテもフリーの状態でいましたし、しかしコーナーキック、ここでもワシントンの高さが効きます。レッツのこのセットプレーというのは本当にここ数年で大きな武器、しかも今年はワシントンも加わった、遠いサイズだ、平川です、中入れた、長谷部、ポンテ、2人で取りに行く、そして長谷部が空く、まだクロスボールは入れません、一旦平川に開きます、ワシントンがゴールの正面、トゥーリオがまだ残っています、ゴールの前、堀の内も残っています、内立てから裏狙う、堀の内、折り返したトゥーリオ、ワシントン落としてトゥーリオ、3点目はトゥーリオ、去年チームの得点王が今年も得点を重ねます、今シーズン2得点目。いや今のもね、サイドに堀之内が粘ってクロスを上げて、それをワシントンがねまた起点となりましたからね、はい、ここですよね、トゥーリオが落として、ここでワシントンが起点となって、トゥーリオまたワンツーをしてですからね、落ち着いてましたけれどもね、シュートもね、この2人前にいるケース今日何度かあるんですけれどもね、またこの2人がこうやって同じところにいて、試合の中でコンビネーションがどんどんまた合ってくるんでしょうね、はい、やはりね高さありますしね、キープ力あるんでディフェンスにとっては嫌なんですよね、今、まあ、セットプレーの流れからの残りでしたけれどもね、はい、セレッソにとってはちょっと痛いですよね、しかも残り時間がもう10分ほどとなってまいりました、はい、レッツはワシントンに代わって黒部が入ります、はい、セレッソ大阪から期限付きの移籍の黒部用意しています、ポンテ、ワシントン、まだあるぞ、内立てのミドル、どんどんこの後半はシュートの応酬です、浦和レッズ、森島主勢に回らざるを得ないこのセレッソ大阪、苦しんでいます、ここでワシントン交代です、今日も得点は重ねました、今シーズン3得点目をこのワシントンが挙げました、後半の12分でした、そのワシントンに代わって黒部です、ワシントン改めていかがでしたか、いや強さうまさありますよね、やはりレッツの攻撃の今ターゲットとしても十分に生かされてるなという感じしますね、はい、そして黒部が入ります、まあ、ご覧の通りあのフルス相手ということで、昨日も話を聞いたんですけども、何かセレッソ大阪のこの友達に電話したところ、まあ彼曰くちょっとへこんでたっていう、まあちょっと元気がなかったという表現なんですけども、ただやはりフルス相手だけに出たいんです、今日はいいプレーしたいんです、そんな話をしてました、まあ、そういうプライド意地はあると思いますからね、しかもこれだけ同じフォワードでまたワシントンが結果を出していく、そんな中で黒部も短い時間ではありますが結果を出したいところです、セレッソがようやく攻め込んでいく、西澤のシュートヒットはしませんでした、セレッソは3人目の選手交代ですね、はい、フォワードの柿本が呼ばれました、高さのある柿本が用意されます、3枚目のカード、セレッソは両サイドを変えました、山田を入れました、徳重を入れました、そして3枚目のカードは柿本です、3対0、残り時間がどんどん減っていきます、残り8分を切ってきました、森島に代わって柿本です、島ももう33歳どうなんでしょう、ここはセレッソの中では高さを生かしたといった攻撃にするんでしょうか、それともこの森島の体力的なことを考えたんでしょうか、まあ、それもあると思います、やはり攻撃の一つアクセントとしてこのパワープレー的な要素もできますからね、柿本の場合は、森島も、まあ、J100
100ゴールが近づいてはいるんですけども、ここで交代。すごい日本代表サントス、日本代表。さあ、そしてポンテ、黒部がスペースにボールを要求する。長谷部からゆっくり西澤の後方からポジションを上げていきます。いや、あの辺ね、鈴木がね効いてるんですよね。ボランチでスペースをしっかりと消しています。そして黒部だ、セレッソ大阪から期限付き移籍、ポンテ、さらにはサントス、前に絡んでくる、間を割るシュート。ああ、跳ね返ってきたボールを吉田がキャッチしました。いや、今のもね、うまかったですよ、このサントスが技を見せましたね、はい、39分、まあ得点を取る人が取って、俺も忘れないでくれ、そう言わんばかりのサントスの技がありました。さあ、セレッソとしては苦しくなった。前田小林監督もね、何度もあのピンゴピンゴと呼ぶんですけれどもね、この大歓声にかけされて、指示の声がなかなか届かないんですね。ピンゴに対して声をかけていると言いますと、これ内容的にはポジショニングのことなんですか？ですかね。あとはもっと前に出ていけということなのかという。ああ、なるほど。そうですね。攻撃枚数かけないと点取れませんからね。ファールです。まあ、下村をワンボランチ的に残して攻撃にどんどん顔を出していけということじゃないかなと思いますけれどもね。この時間で前にいるのは西澤、そして途中交代の柿本、古橋、その3人を中心に両サイドの山田、左の徳重、さらにピンゴも前へという指示かもしれない。そのセレッソ大阪です。シュート来た、ゴール正面、黒部の左足でした。短い時間帯ですけども、この分厚い層の中で結果残したいですよね。いや、そういうね、意識は非常に強いと思いますよ。ましてフルス相手ですからね。はい。またレッズが攻めていきます。古橋、ただ西澤にセレッソの場合にはいい形でボールが入らない、はい。レッツのディフェンス硬いですよ。もう一度ポンテから鈴木啓太、そして内田、途中からボランチです。黒部ポストプレー、前田、下村、西田へのくさびのボールを入れる。下村、山田とちょっと意図が合いませんでした。山田が行きます。サントス、山田のディフェンスです。そしてピンゴ、西澤、ピンゴがちょっと右足を押さえています。大丈夫です。あとレッツの話をしますと、あのサントスあたりはここまでまだ無失点がないんで0点に抑えたいんだという話をしています。そうですね、やはりね、ディフェンス陣は相手の攻撃が無失点なので非常に気持ちもいいですしね、ディフェンスの安定感というのはより増してきますからね、そういう試合欲しいですよね。リスタート飛び出したのは鈴木啓太だ。コーナーキックです。平川ですかね。平川ですね。コーナーキックのチャンスはここはサントスです。黒部のゴールが場内から起きています。その黒部がゴールの前、ショートコーナー使う、もう一度ボールを入れる。ただ今のような、ね、ショートコーナーに対してもショートセレッソのディフェンス、ね、集中力を欠いてるんですよね、完全にフリーでね、今ショートコーナーやられてますから、はい、その
セレッソなんですけども、井原さん、まあ、残り時間が少なくなってきましたが、とにかくまだ長いこの今シーズンの J リーグ、はい、この中でまだ始まったばかりとはいえ、このまま何かこういい形を残さないままですちょっと引きずりそうな、うん、そうですね、まあ、得点もなかなかいい形で取れない、そしてディフェンスはね、はい、失点が大量失点続いてますから、そういう部分を両方修正していかなければいけないとなると非常にね、うん、今ムード的にもこれ悪くなりそうな感じはありますから ね、 そうですね、残りの時間帯で、まあ、一矢報いたいところがありますね。そうですね、やはりね、次の試合に向けてもやはり少しでも最後ね、はい、ゴールに向かっていってほしいなと思いますよね。またレッツです。鈴木啓太から長谷部、それほど急いだ攻撃はもちろん必要はありません。堀之内、内立て合いませんでした。ボールの動きと一緒にもうサポーターもこの場内が一体化しています。小林監督のちょっとこう険しい表情が映りました。残り1分を切ってきました今日のゲーム。セレッソの苦しさがこの選手の表情、サポーターの表情にも現れています。これでセレッソは今日4試合目ですが、失点は3、6、3、今日がここまで3、4試合でここまでの段階ですが15失点、ちょっと苦しいですね。そうですね、まずは守備の立て直しが急務だと思いますよね。もちろん今日の失点なんかはアンラッキーな部分もありましたし、味方のクリアボールがまた味方に当たって、はい、ベッツの選手のいいところにこぼれてしまったというシーンがあるんでね、そういう部分は少しかわいそうですけれども、やはり全体の守備というものも見直していかなければいけないですし、いい守備がないといい攻撃できませんから、はい、ロスタイムは3分です。まあ、去年のセレッソを見ますと本当にまず守備ありきで、そこでいい守備をして前線の運動路にある森島、そして古橋、西澤を使った、はい、そんな印象がありましたもんね。またチャンスは浦和レッズです。日が大きく西に傾きました埼玉スタジアム、だんだん気温も下がってきました。吉田よく前に出た。ルーズボールはレッズ、サントスサイドを大きく使う、ゴールの前を固めるセレッソ、クロスボール入ってくる、ヘディングトゥーリオ、高さがあります。トゥーリオ185センチ、この人の高さというのも本当に大きな武器の列。アテネオリンピックにも代表として行きましたトゥーリオ。セレッソは時間がない中でいい形を一つ作りたい。井原さん、ここまで見てましてね、このセレッソの場合にはその守備のことも指摘してもらいましたけども、はい、新外国人のこのピンゴの使い方をボランチとしてこのまま使っていくのか、それともサイドとして、使っていけばいいのかといったところも、お、ちょっとチャンスになりましたよ。西澤ゴールキーパーでます。そのあたりとした特性としてはどうでしょうかね。今日のプレースタイルを見てると、サイドはちょっと難しいんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。あ、なるほど、はい、そのスピードでどんどん突破していくような、そういうタイプではないような、ボールをしっかり持って落ち着いてさばいていくような、そういうタイプに見えますから、やはりボランチとして使っていく方向の方が強いんじゃないかなというふうには思いますけれどもね。堀之内上がってきます。また列に出る。サントス、サントス前来る。山田のディフェンスです。山田拓也からね、早く攻めたいんですけれどもね、レッツの方がね、やはり戻り早いですよね。今日はセレッソ大阪のいい部分をほとんど消しています。浦和レッズ、まもなく目安のロスタイム3分の、その3分台に入ります。今入りました。
フラッグ上がっています。オフサイドがありました。もう残り時間がほとんどありません。3対0、今日は小野伸二の先制ゴール、ワシントンの2得点目、小野の1点目、ワシントンの2得点目、そしてトゥーリオが取りました。さあここで笛、試合終了。浦和レッズ完勝、3連勝を飾りました。いやー、相原さん、はい、今日は本当まさしく完勝という感じですよね。終始主導権も握ってましたし、まあ、前半からシュート数も多かったですし、はい、ゲームを圧倒していたなという感じはしますよね。まあ、小野の初ゴールもありましたからね。小野が取り、ワシントンが取り、そして高さあるトゥーリオが取り、そしてしかも守備的にも無得点に抑えましたから、まあここで手応えをつかんだことでしょう。浦和レッズ、レッズとしてはもう言うことはないと思います。放送席、それでは久しぶりのレッズでのゴール、小野選手です。おめでとうございました。ありがとうございます。レッズに復帰してきて初めてのゴール、素晴らしいゴールでしたね。そうですね、本当に早い時間で、取りたかったんですけども、ここホームでね、自分が点取れて、しかもこういう形で勝って非常に嬉しかったです。この多くのサポーターの前での久しぶりのゴールでした。そうですね、1試合目2試合目と、いい調子じゃなかったんで、もう早く点を取ってみんなに勝利というものを、ね、プレゼントしたいという気持ちが非常に出たゴールだったなと思います。それにしても難しいシュートだったと思いますが、いや、まあ思い切り打ってみようと思って蹴ったら入ったんですごく良かったです。さあこれでですね、チームも3連勝ということになりました。小野さんがいなかった去年とは段違いのこのスタートラッシュなんですが、まあ次も大事な試合があるんで、しっかりコンディションを整えてまた勝ち点3を取りに行きたいなと思います。そして今日3得点、そしてチームは初めて無失点だと思うんですが、チームの成熟度どんな風に感じになりますか。まあ少しずつ勝ち点3を取りながら、いいチームにしていきたいなと、もっともっといいチームにしていきたいなと思います。久しぶりのゴールおめでとうございました。ありがとうございました。小野選手でした。今日の入場者が 43,815 人、ほとんどがこのレッズサポーター。この中でのゴールですから、小野自身もほっと一息といったところでしょうね。そうでしょうね。まあ、早めに得点に絡みたかったと思いますし、まあ、今日も本当素晴らしいボレーシュートでしたからね。はい、その小野伸二を含めて今日は3得点。では今日の試合を振り返ってみましょう。まずはその小野の先制ゴールは後半の2分でした。これも見事なところから、ここなんですね、ダイレクトで。あれはもう天性の感覚、はい、一瞬の、ね、判断なんですけれどもね。さらに今度は12分です。ワシントンの2得点目、これもねセレッソの選手が一度クリアしてるんですけども、ワシントンの前にねいい形でこぼれてしまいましたね。そして34分には今度はトゥーリオです。ワシントンとのコンビネーション、トゥーリーもゴール前に残ってるとやはり嫌なプレイヤーですよね。相手にとっては脅威ですよね。決定力ありますからね。さあそのレッズの3得点によりましてレッズ完勝、しかも無得点ですから、これは無失点ですから、レッズにとっては嬉しい勝利になったと思います。そうですね、やはり勢いがまたついていくんじゃないでしょうかね。はい、ゲームの流れ的にはすごくいいゲーム内容だったとは言えないと思うんですけど、ミスも多かったですし、そういう部分でしっかり点を取って勝っていくということがよりチーム力アップしていきますし、より流れも良くなりますからね。コンビネーションももうかなり上がってきたと見ていいですか、このワシントンと他のチームと交流しますね。うん、そうですね、やはりそういう選手間のコミュニケーションというのも徐々に取れてきていると思いますし、まあ、そういう中でもっともっとレベルも上がっていくとは思いますけれどもね。はい、
さあそして一方のセレッソなんですけども、これで開幕4連敗となってしまいました。はい、しかも失点が今日3つ、ちょっと痛いゲームだったと思うんですが、ちょっとそうですね、守備の方をね、組織がこう破綻しているという感じではないんですけれども、やはり全体の守備というものをもう一度チームとして修正していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますし、あとは攻撃もね、今日は少し迫力がなかったかなという感じがするんですよね。そうですね、はい、さあそれでは他の競技場の結果です、並びに経過です。アントラーズが内田アレックスミネーロの得点3対1で勝ちました。グランパスが玉田のゴールで勝っています。そしてジュビロ、千葉、横浜 F マリノス、連勝を伸ばしています F マリノスです。ではここまでの結果を受けての暫定の順位です。こうなります。横浜強いですね。いや強いですね、そして浦和がこの暫定ではありますけども2位に順位を上げてきました。上位陣が非常に好調という印象があります。セレッソ今日も勝てませんでした。1チームだけ勝ち点が0といった結果になっています。京都と広島は今日はナイトゲームで対戦します。 J2 の結果です。湘南ベルマーレが勝ちました。徳島ボルティスがザスパ草津を破っています。J2 に行きました柏レイソル、今日も勝ちました。首位キープ。横浜 FC は三浦和のゴールで勝っています。ヴィッセル神戸4対0快勝。J リーグに加わった愛媛 FC コンサドーレを破って勝っています。さあそれではこの後の放送予定もご覧いただきましょう。今日は先ほどもご紹介しましたが午後7時から BS1 で京都パープルサンガとサンフレッチェ広島のゲームをお伝えします。そして次節第5節の放送予定です。ジュビロ磐田と川崎フロンターレ、ジェフ千葉とアントラーズのゲーム、26日は FC 東京と京都パープルサンガのゲームを予定しています。今日の解説は井原正美さんの解説でお伝えしました。井原さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。埼玉のゲームレッズ完勝です。